こんにちは。グレースライトバスケ留学のグレースです。今回はマブスキャンプの映像を見ながらのインタビュー動画です。どうぞ。久田真也、16歳です。バスケ歴は4年で、高校でバスケやっています。マブスキャンプの1日の流れとかってどんな感じでやってたのかな、最初にみんなでストレッチして、それから NBA チームとチーム別に分かれて、サーキットメニューとハンドリングとかいろいろやって、ウォームアップを済ましたらみんなで試合するみたいな感じでした。そっか、なんかグループに分かれてステーションというか一個一個アクティビティが違うことをしたりとか。そっか、それが午前中。ああ、でもウォームアップが終わったらもう午前、午後関係なく、多分あれですね、ランチの時間も取るけどずっと試合みたいな感じで、試合を回す感じです。ちっちゃい子もまあもちろんいたけど、12歳以上のチームだったからそこまでちっちゃい子はいなかったんですけど、みんなコミュニケーションを取ってくれてすごい話しやすかったし、分からない単語とかも翻訳使ったりして、すごい積極的にコミュニケーションを取ってくれました。本当に英語喋るのどうだった？最初はちょっと緊張したけど、後からなんか流れっていうかノリみたいな感じで、こうそんなに緊張しないでもいけるんだなっていうのが分かって、楽に話せるようになりました。そっか、1週間、じゃあ最初の頃は緊張したけど、だんだんなんか日が経つにつれてほぐれてったみたいな。そうです。そっか。で、試合自体はどうだったの？試合自体は、まあ、勝ったり負けたりで、まあ、チャンピオンにはなれなかったんですけど、まあ、多分トータルで2位とか3位とか、まあ、結構楽しかったです。そっか、なんか最後表彰されてたけど、なんか、個人の賞とかそういう感じなのかな。そうです、チームの賞の他にも、なんか個人の賞が3つか4つあって、それで個人の賞をもらいました。そっか、あとなんかNBA 選手と写真も撮ってたけど、はい、あれはどういう大会だったのかな。ノックアウトっていうゲームなんですけど、NBA 選手も交えた8人ぐらいでなんか勝ち残り戦みたいな、で最後に残った人が写真を撮れる権利があるみたいな感じのゲームでした。そうか、じゃあ優勝したっていうことで。まあ、そうです。おめでとうございます。ありがとうございます。そうか、じゃあ全体的にな感想と、あと今後このキャンプに参加したいなっていう人のについてアドバイスとか何かあったら教えてください。アメリカに来て初めてのバスケットボール そのコミュニティに入るっていうか、集まりに入ってやるので少し緊張してたんですけど、マブスキャンプはみん なんか積極的に話しかけてくれるし、こうコーチとかも結構ユニークな方が多いので、すごく、やりやすい、みんなで取り組みやすいキャンプだったかなと思います。そっか、じゃあおすすめですか？おすすめです。はい、ありがとうございます。マナヤくん、ありがとうございました。来年もね、マブスキャンプの参加者を募集したいと思っていますので、ご興味のある方はグレースライトまでお問い合わせください。